では萩さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんよろしくお願いいたします。すいません、本日はお忙しい中わざわざ時間を割いてくださいまして誠にありがとうございます。で、私の方から、今回ですね、若干ちょっと先ほど発表があったタイトルと変わってしまってはいて、すごいタイトル釣りな感じ申し訳ないんですけれども、ワードプレスとウェブマーケティングでやって、私自身が変わった3つのことというテーマを中心に、で、先ほど紹介がありましたように、これから新しいことをやってみたいとか、ワードプレスでブログやってみたい人向けに、ちょっとアドバイス的なことができたらなという形で、今日、登壇させてもらいました。というわけで、本日はよろしくお願いいたします。で、今日お話しすることなんですけれども、大きく分けて大体こんな感じの2つです。ワードプレスブログを用いたそのウェブマーケティングで結局自分にどういう変化をもたらしたのかといったところと、その検索エンジンを用いたウェブマーケティングの将来についていっているところです。ツイッターなんかだと結構そのもう検索終わりなんじゃないのみたいなこうもしかしたら聞いたことがある人がいるかもしれないんですけど、そこら辺についてちょっと思ったこととかもありましたので、そこら辺を参考にちょっと今後ウェブ業界でやっていきたいとかウェブマーケティングやっていきたいって人がちゃんと明日から頑張れるようなってことをちょっとお伝えられてきたらと思いますのでよろしくお願いいたします。で、そうですね、いきなりなんでちょっと自己紹介の方最初にちょっとやらせていただきます。私はじめまして、原木京介と申します。現在は大阪市内に住んでおりまして、こちらに書いてある通りです。で、ツイッターも一応このアイコンでちょっと行々しい名前ではあるんですけどもやってはいるので、もしよかったらお時間のある時にも覗いてもらえると嬉しいです。で、職業は、ウェブのマーケティングの方ですね。ウェブのマーケターとして、企業で主にそのマーケティングの支援のお仕事なんかをさせていただいております。で、当時、私、もともとウェブ業界に入ってきたのが、26歳ぐらいの時ですね。その時なんで、ちょうど今から4年ぐらい前のことになります。で、主に、ウェブマーケティングの範囲がいろいろ広いんですけれども、主に私の方が専門でやっているのが、運用型広告って言われる、あれですね、企業がそのお金を払ってその検索エンジン窓に出したりですとか、サイトのディスプレイとかに出すようなサイトのサイドバーとかに出すような広告の配信などを中心にやっております。例えばちょっと今回のワードキャンプ大阪さんの、規約の関係者と企業名出せないんですけれども、この検索した時にここら辺に出てくるようなワードですとか、あとこれヤフーの、ニュースページですねとかに、このサイドバーとかにちょっとこれも全部モザイクかかってて何のこっちゃっていう部分はあるかもしれないんですけど、こういったところに出てくる広告ですとか、もしくは、これ Facebook の画面で、これちょっと私のタイムラインの方なんですけれども、そのニュースフィードのところに出てくるその広告って書いてある投稿、多分最近じゃないですね、 2,3 年ぐらい前から見かけるようになった人結構多くなったんじゃないかなと思うんですけど、そういったその広告を出したりみたいなところですねを中心に、こういった広告を出して、で、その広告を出したことによって、その企業のそのサービスですとか、商品のその売上アップですとか、そういったところの、サポートを主にしております。というわけで本日は、よろしくお願いできればと思います。はい。で、まず、そうですね、私がなぜその、主にウェブマーケターの中でもそのウェブの広告運用っていう仕事をしているんですけれども、なんでそのウェブ広告運用者である私がそのワードプレスをわざわざ語るのかっていうところもちょっと触れていきたいと思います。大体ワードプレスに関わっている人ってそのエンジニアさんとかデザイナーさんとかその比較的その専門的な技術を持っている人っていうイメージがあるのかもしれないんですけれども、そうですね、一応私もワードプレスで個人のサイトを持っていて、でそこでそのなんていうんですかね、ウェブのマーケティングの力を使ってその検索エンジンで上位表示させて、でそこから検索して訪れてきた人たちにブログの記事を読んでもらったりですとか、そこからアフィリエイトリンクでその商品を買ってもらったりみたいな形で個人でもちょっとそのマーケティングのスキルっていうのを日々磨いているような形になります。でちなみにここら辺にあるキーワードで検索すると大体私のブログ多分出てくると思うんで、ちょっとお暇な時にでも探しといてもらえたらなと思います。なかなかやばい職場とかで出てきてるんでちょっとどうなのかなと思ったんですけれども、そうですね、ちょっとここら辺話すと結構いろいろ長くなるかもしれないんで、気になる人は探してみてください。でもしこの中にそのウェブマーケティングに強い人がいたら
ここに書いてあるのよ、全然俺もっといいの書けるよって人は多分普通に抜かせるんじゃないかなって気もするので、あのぜひ見といてもらえたらと思います。で、一応やってるサイトについてもちょっとあらかじめ紹介しておくと、私の場合 Google の自然検索と検索が大体 89% ぐらいで、で、大体それ以外がなんかその SNS での流入とですとか、なんか多分直接流入なんで、なんかもうメアド打ってくれてる人ですとか、あとなんかそのどっかのサイトのリンクが貼ってあってそこから入ってきてくれる人なんか合わせて大体 11% ぐらいなんで、まあほとんどがその検索エンジンからの流入がまあメインとなってるのがサイトなんですけれども、まあ、これぐらいであれば多分誰でも多分できると思うんで、あの頑張っていけば多分かあの作れるようなサイトにはなりますっていうぐらいの目安として見てもらえればいいんじゃないかなと思います。で、私のプロフィールに関しましては、なんかそのワードキャンプ大阪の公式サイトの方に大体なんかあの確かセッションページか何か載ってあったと思いましたので、もしあの興味を持たれた方とかいらっしゃいましたら、なんかまあ簡単に覗いておいてもらえたらなと思います。で、そのさっきあの話しました通り、私もともとウェブ業界のキャリアが始まったのは20代後半になってから、26歳の時からだったんで、あの、まあ、一般的に最初の社会人として始まる時って23歳ぐらい、まあ、大学卒業ですと23歳ぐらいからその会社に入って、でそこからっていう人が多分大半だと思うんですけど、私の場合最初のファーストキャリアが全然ウェブとは関係ない業界だったんで、まあ、ウェブの仕事若干半分ぐらいやってはいたんですけれども、そのがっつりそのコーディングの仕事をしたりですとか、広告をがっつりやったりっていうのは、あの本当に20代後半になってからなんで、実質的にもうスロースタートみたいな感じで入ったという背景があります。で、なんかまあ言ってしまえば、本当にその新卒からもう今30歳くらいまで行くと、もう7年くらいもうその道でやっている人からしてみれば、自分の場合ってもう本当にその、なんていうんですかね、周回遅れもいいところっていうような状態から、ウェブのキャリアを始めたっていう人間です。で、そうですね、特にウェブのマーケティングなんかだと、もう自分と同じぐらいの年齢だと、なんかその事業部のマネージャーをやられている方とかもちらほらいらっしゃったりするので、明らかになんかもう自分の場合も出遅れちゃったなっていうのをすごい日々感じて、まあ、それがまあ悩みでもあったっていうのが正直なところではあります。なんですけれども、あれですね、私の場合、ワードプレスで本格的になんかブログを、ワードプレスの存在を知ったのはちょうど26歳、同じぐらいの頃だったんですけれども、そこからその、なんていうんですかね、ワードプレスの使ってその SEO、まあ、その検索エンジンマーケティングの中の、まあ、一部 SEO っていうとその、検索エンジンを使ったマーケティングの、まあ、広告もそうですけれども、あの、SEO も人のそのうちの一つであって、ただその、当時自分がまあ、何もスキルがない状態で、じゃあどうやってここからその、自分は追い、その、自分と同年代で自分よりもキャリアを重ねている人たちに追い越していこうかとか追いついていこうかとの時にちょうど出会ったのがそのワードプレスでした。で、まあ、実際問題リスティング広告で そのキャリアを作るって考えた際に、あのリスティング広告ってそもそもお金がかかるので、少なくともそのあれなんです、まともにこう貯金があったとしても多分すぐなくなっちゃうと思いますし、少なくとも個人が一人でなんかこう自分の技術を磨くために何かやるっていうのはとてもじゃないけどちょっとできないなっていうのが最初入った時の感想でした。で、まあその一方でそのコンテンツ SEO っていう、まあ、多分 Twitter とかブログを読んでる人なんかだと多分知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、その検索キーワードからそのユーザーの人、その自分の狙ったキーワードに対して検索エンジンで自然検索 その1ページ目とか2ページ目にこう表示させる技術というか、そういったものが結構今出回ってるなっていうのはすごい感じるんですけれども、そういったことを通じて、なんかその、個人でもその、ウェブのマーケティング、特に検索エンジンを使ったウェブのマーケティングっていったところを、その、技術ですとか、勘どころっていうんですかね、そのキーワード一つ一つに対する、なんかこのキーワードはどういった人たちがどういう意図で検索したんだろうかみたいなところを、読み解いていくスキルですとか、なんでこのキーワードで検索したときにこれが出てくるんだろうかみたいなところ、多分この中にいらっしゃる方はその1ページ目に出てくるコンテンツにそのキーワードのなんか意図に対する答えがあるみたいなことを聞いたことがある人もいるかもしれないんですけれども、まあ、個人的には多分それはその通りだなと思っていて、このコンテンツ SEO 的な形でそのワードプレスでそのブログ記事を書いていったりとかをすることを通じて、そのキーワードの中に含まれているその
検索した人の悩みですとか問題を解決したいといったその苦しいっていう気持ちをこう読み解いて、じゃそれに対してこういう提案ができるみたいな、そういったその問題解決ってをするスキルっていうのがこう身につけることができます。でさらにまあそこに対してその解決方法がまあアフィリエイト広告とかであれば、その実際にユーザーの人がその広告をクリックして、でそこからコンバージョンという形で自分のところに報酬が入ってくるみたいなこともできるので、まあそのウェブマーケティングのスキルを磨こうって思った時に、そのやっぱりコンテンツ SEO がいいなと思ったのは、そのキーワードの中に含まれているそのユーザーの方の悩みをちゃんと読み解いた上 でそれに対して最適なコンテンツを出して、でそれのまあそれをすることによって自分 その副業的な形でお金も稼げるっていう意味なので、そのまあこうモチベーションも続くっていうところですね。でもキーワードに対する嗅覚がまあ発達して、でだんだんあの僕の場合はリスティング広告の運用が本業ではあったんですけれども、まあ、そこでの仕事の中にだんだん生きてきたっていう背景がありました。で、ちょっと検索クエリに関すること詳しくない人もいるかもしれないので、ちょっと簡単に紹介させていただくと、なんかあのシンクウィズグーグルっていうページで、なんかこの、クエリには4つの種類があるっていうのをあのページで見ました。なんかこちらですね、もしかしたら見たことある人いるかなとは思うんですけども、この I want to know っていうノークエリっていうのと、Go クエリっていうんですかね、であとその Do クエリとあと By クエリっていうこの4つの種類があって、で、これに関して紹介しようと思うと、多分それだけで多分結構時間が過ぎてしまう気もするので、今日ちょっと今日のこの発表では詳しくは発表しないんですけれども、ぜひこれに関してちょっと知りたいという方がいましたら、先日行われたワードキャンプ新潟っていうところで、住元春さんという方の、プレゼンが、プレゼン動画が確か上がってます。で、それがすごい、詳しく語られているので、これからの SEO なんかやっていきたいとか、SEO 頑張りたいっていう人に関しては、そちらの鷲見さんの動画っていうのを見るとすごく勉強になるので、もしそちらもぜひ合わせてチェックしていただけたらなと思います。で、一応ここでのまとめで言うと、その検索キーワードっていうのは、そのユーザーの悩みだったりですとか、ユーザーさんが興味関心を持っていることっていったところの、だからその凝縮されたものではあるので、最初のそのウェブマーケティングって、本当にその何て言うのかな、検索エンジンからの、広告を出して、でそこから買ってもらったり、その申し込みをしてもらったりっていうところが、まあ自分にとって その専門分野であったので、そのワードプレスを使ったコンテンツ SEO っていうのが非常に何て言うんですかね、リスティング広告の仕事をする上で非常に勉強になりましたっていったところをちょっと今回お伝えしていけたらなと思いました。で、まあ、そのキーワードを読み解くっていうこと、一つ一つのキーワードを読み解いて、それに対してそのコンテンツを一個一個作っていくっていうことを通じて、その人の悩みというか、人がどんなことに困っているかっていったことを、なんていうんですかね、に理解する。で、その人が、あ、こういうことに悩んでいるんだねっていうことを理解する力っていうのがだん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 と身につくようになってきますので、そうするとその、リスティング広告の場合ですと、どういったキーワードをじゃあ出稿すればいいのかみたいなところもある程度、目処が見えたりですとか、なんかそういったところがだん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 身についてきて、で、私の場合はそれが見事本業に来てきたんで、ぜひ、ワードプレスっていうか、その無料のテーマ、無料のツールを使うことで、誰でもスキルアップができて、で、そうですね、そのスキルアップもできて、その、ちゃんと仕事の中でも活かせてこれたんで、やってきてよかったかなっていったところを、まあ、お伝えできたらなと思いました。で、まあ、ワードプレスを、まあ、語る理由としては、そのスキルアップとして、まあ、ワードプレスを使う場合は、その、コーディングやデザインだけじゃなくて、まあ、もちろん、マンツーとしてブログを書くとかでも全然いいと思うんですけども、検索キーワードを意識して、その、コンテンツを作って、で、それがちゃんと検索エンジンに表示されるような訓練をすることで、その、ウェブマーケティングのスキルの力っていうのをちゃんと養っていくことができるようになります。でまあ、それでアフィリエイトによって、まあ、お小遣いが稼げるようになれると、まあ、それはそれでもっと嬉しいんじゃないかなっていう感じなんで、まあ、副業やってみたい人もそうですし、これからウェブマーケティングの力を鍛えていきたいっていう人は、ぜひそのキーワードマーケティングっていうんですか、検索エンジンマーケティングっていうところを取り組んでもらえたらいいんじゃないかなと思います。でまあそのおかげで、まあ、スロースタートでもそのちゃんとキャリアを作っていけるっていうところをこのプレゼンを通して伝えていけたらなと思いますので、もしこれからちょっとブログをやってみたい方ですとか、なんかウェブマーケティングで何からやったらいいのか分かんないっていう方に関しては、もう本当にワードプレスでサイト作って、でそれで検索キーワードを調べながら、その
コンテンツを書いて上位表示させてでアクセスを集めてみるっていった一連のことをやるだけでも全然その仕事の精度が変わってくると思うのでぜひやってもらえたらなと思います。はい、あちょっといいですか、すいません、あの電池が切れそうなんでコードつないでもいいですか。あ、はい、すいません。中バタバタして申し訳ありません。で、一応今日のタイトルにあったその自分の中で大きな自分の中で起こった大きな変化といったところ、まあ、本来メインテーマになってくるんですけど、ちょっとこちらについて移っていきたいと思います。で、まあ私がその未経験の状態からウェブマーケティングの業界に入って、で、ワードプレスのブログを始めて、今自分の中で起こった3つの変化といったところですね。こちらについてちょっとお話できたらなと思います。一つが、まず趣味の変化というところ。で、二つ目がその考え方、思考の変化といったところ。で、三つ目がその、なんですかね、自分のその人間関係ですとか、つながりの変化といったところにちょっと変化があるかなと思いましたので、その三つについて詳しく話していきたいなと思います。まず趣味の変化なんですけれども、その趣味って皆さんいろいろあると思うんですけれども、ワードプレスでブログをやるまでは、なんかその、どちらかというとこう何か使ったりだとか楽しんだりとかってする消費型の趣味っていうのがすごく多かったんですけれども、なんかそのブログ活動、ブログでその人を集めるにはどうしたらいいかみたいなことをやっていく中でだんだんその生産型の趣味っていうのができてくるようになってきました。まあ言ってしまうとその使うだけで終わるんじゃなくて、で使ったことを次に生かすための趣味っていうんですかね、それによってさこの後にもつながるんですけど、思考と習慣っていう部分にもちょっとこう影響を与えてきたなっていうのをすごい感じています。でちょっとこちらの写真別に大したものではなくて、これ飛行機 の空港の写真だったりですとか、これ海外とかの写真だったりするんですけど、これまでの割とこう自分が持ってた趣味、私どちらかというとこう一人旅とかそういうのが好きなタイプで、大体海外とかも一人で行っちゃうタイプなんですけど、割とお金がかかっててなんかこうたくさんできることじゃないよなっていうのをちょっと日々感じてはいたんですね。でそこでそのワードプレスに出会って、自分 の, そのスキルアップのためにワードプレスを活用してウェブマーケティングっていうのをやっていった結果、その自分が過去に経験したその旅行ですとか、なんかこういうサービス、動画サービスを使ってみたですとか、なんかこういう転職サービスを使ってみたみたいなことっていうのが、どうせだったら記事にして、ちょっとすごいいやらしい考え方ではあるんですけど、これでちゃんとこうお小遣い稼ぎできないかなみたいな感じで、なんかこう自分が体験したことを体験して終わりじゃなくて、なんかその体験した結果から、じゃあ自分は一体何を生み出すことができるかっていう、その何かを想像するっていう趣味なんですね。でなんかこう使って終わりでも全然楽しいっちゃ楽しいんですけど、多分人によってはなんか使って終わりだとなんかそれで寂しいなっていうふうに感じる人も中にはいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、逆にそのブログとか、今だったら YouTube とか Twitter でもいいんですけど、そのこういったその情報発信媒体を、ワードプレスも含めてなんですけど、やったことでその想像する発想ですとか、こういった経験があったから、じゃあ自分はこういうものを作ろうっていう、その作る方向への発想にだん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 その変化していったっていうのをすごく肌で感じていまして、でなおかつその実際に自分が書いた記事とかで実際に検索で表示とかされていくアクセス流入があったりすると、やっぱその一定数自分と同じような悩みを抱えている人が世の中にたくさん存在、たくさんじゃないですけど、存在していて、でそういった人たちに対して、自分はこういう失敗をしちゃったからこういうふうにしたらいいよとか、こういうサービス使ってみたらすごく良かったから、なんかあなたも使ってみたらみたいな感じで、かつての自分を本当助けるような気持ちで記事っていうのは多分誰でも書けると思うんですよね。なんでその、一元にそのブログを始めたいとか、なんか新しいことに挑戦したいっていう人であったとし、人で、中にはその自分にはどうせ特別な才能もないからとか、なんか人よりも優れたところなんかないからっていうふうに感じて、意気消沈しちゃう人も多いかなと思うんですけど、ブログに関して、ブログとかその情報発信に関して言えば、別に一元に秀でた能力とかスキルとか、そういったものは別に必ずしも必要なくて、実際私もそんな大したことないので、むしろ書き手が普通の人だからこそ、その世の中の多くの人が悩んでいること、気になっていることみたいなことに対して共感ができて、それをコンテンツ化することで、ちゃんと信頼し、
すぐ書き手になったりとか情報発信してもらえる人になれるっていったことが分かりました。なんでまあ天才であったりですとか才能豊かである必要はないよねっていったところになります。なんでまあ本当に行動したいって思うんだったら変わって全然むしろこうやって情報を出していったりだとか自分の失敗談っていうのをどんどん出すことによって逆に人からまあ信頼を得られるようになったりする場合もあったりするのでぜひ挑戦してもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、でその次、思考の変化ですね。でまあ、私はその本業がそのマーケティングの方なんで、まあ、日々その数字とかデータとか広告の、まあ、配信結果みたいなのも結構眺める必要があるんですけども何かこう次の施策を打ったりとかする際にそのデータを元にしたその分析とか仮説思考、まあ、仮説ですねっていうのが徐々にその確立されるようになります。まあ、どういうことかっていうとその何かを主張するにあたってちゃんとそのデータであるとかその数字をベースにしたこう確かな根拠っていうんですかねこういう根拠を持ってでそこからちゃんとこういう結果があるからこうなんじゃないのかっていったような仮説や考え方を導き出せるようになったっていうのが大きな変化になります。でちょっとまあここまでで聞いてばかりだし結構ずっと喋ったばかりで、まあ、硬かったりもしたんでちょっとここで皆さんに、まあ、簡単に問題を出してみたいと思います。次のキーワードあるんですけれどもこちらで、月間5万 PV 以上集客できると思われるキーワードはどれですかっていう問題です。一つが、ふるさと納税、一つが、もう一つ目が Wi-Fi、でその次が Web マーケティング。で一応、なんか、細かい条件としては、なんかその1キーワードで1ページだけとか、まあ、その競合の存在は無視で、まあ、書いたら入ってくるっていう前提で、で、CTR っていう、その、表示された回数に対してクリックした人の割合、まあ、その、が大体 30% なんで、100人のうち、まあ、CTR30% だったら100人のうち30人が入ってくるみたいな計算になるっていう感じですね。で、考えていきたいと思います。で、ちょっとすいません。すいません。最初引っ張っておきながら答えがないんで、もう時間がないんで答え言っちゃいます。で、まず最初に Web マーケティングっていうキーワードをまず見ていきたいと思います。これ、Uber Suggest っていうなんか無料のツールがあったんで、ちょっとまあ便利だって使わせてもらったんですけど、Web マーケティングっていうところ、赤枠のところに、検索ボリューム数が8100ってあるんで、これはだいたい月間で8100、まあ、表示回数がせいぜい8000回弱ぐらいっていうことになります。まあ8100ですよね。8100の CTR30% なんで、まあそんなに、そもそも5万 PV なんてそもそも届かないっていう問題にはなりますよね。で、次ちょっと Wi-Fi っていうキーワードを見てます。Wi-Fi は、24万6千です。結構大きそうな感じですね。このキーワードだけで見ると。なんで、まあ、これの3割なんで、計算早い人いるかな。24万6千の 30% なんで、多分数万ぐらいは行くんじゃないですかね。今計算すると、7万3800なんで、一応これだったら5万 PV 到達しそうだな、みたいなことが多分これで、なんとなくわかると思います。まあ、実際にはその前提の通りに物事が行くとは限らないんで、まあ、こういった、こうした限りの話ではないんですけれども、ただ少なくともまあこれで5万 PV 届くなみたいなのはざっくりイメージつかめたかなと思います。24万6千ですね。で次最後、ふるさと納税ですね。こちらもちょっと見てみましょう。1000万です。明らかにふるさと納税の検索ボリュームは1000万です。つまりもっと分かりやすく言うと、まあ、1000万の 30% なんで300万ですね。なんでこの条件でやった場合、ふるさと納税で記事書いて、それが1位になった場合は、なんと300万の流入が見込めるという計算になります。まあ、大きさで言うとこんな感じ。まあ、ふるさと納税がまあバカでかすぎて、で、Wi-Fi がまあぼちぼち多くて、なんかウェブマーケティングって何なんだよっていうぐらいの、まあ、これぐらい検索ボリューム数に違いがあるっていうのは、ここで、さっきの結果を見て分かるかなと思います。ということはなんですね。例えばじゃあ、ウェブマーケティングっていうキーワードで10万 PV のブログ記事作ろうって思ったとしても、8100しかないんですね。まあ、8100しかないんで、まあ、8100×0.3 なので2430で、まあ、そもそも無理だよねって言ったことがこれでわかるかなと思います。で、まあ、結局のところさっきの事例を通して何が言いたいかっていうと、まあ、ウェブマーケティングの世界ではそのキーワードボリューム数とか、そのウェブサイトの訪問ユーザー数みたいなのが、まあ、ありとあらゆるものの数字として結果として現れる。まあ、それが、まあ、その、なんですかね。本当に、なんかたくさんの人が多そうとか、なんか少なそうみたいな、その抽象的な表現じゃなくて、ちゃんと、3000とか4000とか、さっき言っ
1000万みたいな感じでちゃんと数字として結果が出てくるっていうのが特徴です。で、まあ、もちろんその計測されたその計測されたデータっていうのは正しいと仮定するのであれば、まあ、正しいとした場合なんですけれども、まあ、それがどういうアクション、まあ、そのアクションをするとどれぐらいの効果が見込めるかみたいなのがある程度その計測結果からこう推測ができるということができるようになります。もちろんそのデータが正しければという前提になってきます。なのでそのデータや数字からその逆算する物事逆算して物事を考えられるようになることができました。なので例えばさっき言ったふるさと納税だったら検索ボリューム数が1000万なんで、まあ、それで CTR が 30% だと仮定すると、自分のところに入ってきたら300万になるみたいなところがあるんで、じゃあたくさん人を集めたいメディア作るんだったらふるさと納税やってみよう、で会議士書いてみようみたいな感じでこう 次の行動に進められるみたいなことができるようになります。で、まあ、データや数字をもとにちゃんとこう話すことによってその自分の意見ですとかその自分の主張みたいなところに対してちゃんとこういう根拠があるからこうしてみてはどうですかっていったことをちゃんとその伝えられるようになります。でこれがやっぱできるようになることによって実際にクライアントさんを相手になんかそのじゃあこの施策やってみましょうかとかなんかそのいろんな改善提案みたいなのをどんどん出していけるの でこれでやっぱそのそういった施策ですとか提案なんかこういうキャンペーンやってみましょうみたいなことが言えるとだんだんそのクライアントさんからもその信頼されるようになってきますのですごくいい循環を自分の中で作ることができたっていうのが、この思考の変化で一番伝えられたことになります。はい、で次が、つながりの変化ですね。でワードプレスでそのウェブサイトを作るっていうどういうことかっていうといろんなまあ答えは各自あるかもしれないんですけど、それは社会と自分との接点を作ることにあるっていうふうに私は考えていて、実際にその問い合わせとか自分でサイトを作ると大体問い合わせフォームっていうのを入れてあるんですけども、そこから実際に問い合わせが来たりですとか、なんかその記事書いてくれませんかみたいなすごいところだと、なんか外資系の企業からもいろいろお誘いみたいなのも出たりとかして、結構すごいなっていうのを日々感じました。で、まあ、その本当に、若干さっき20代後半で絶望したって話があったんですけど、まあ、数年前のウェブ業界に入った当初は何もなかった自分なんですけども、まあ、そのブログで情報発信をしたことによってなんか結構とんでもない企業からなんかちょっとこういうことしませんかみたいなお話をもらったり、実際にそれが実現したりみたいなこともあったりして、でそのワードプレスっていう一つのブログを運営することによって何者でもなかった人がそのサイト運営者っていうその肩書きを手に入れて、でそれがなんていうか副業にもなったりですとかパラレルワーカー化する可能性を秘めてるっていったことが分かりました。でまあもちろんそれでアフィリエイト広告とか貼ってれば月数千円とか数万円でもちゃんと収益を出せているので、ちょっとしたその自分としてもなんかこう満足いくものがなんですかね、まあ、ちょっとだけでもお小遣い増えると嬉しいっていうのが人の気持ちだと思うので、結構そのいい循環っていうのが徐々に生まれていきました。なんでまあワードプレスっていうのはその個人と社会の間にあるその橋渡し的な役割を果たして、でその個人のアイデンティティっていうんですかね、私はこういう人ですっていったものに対して結構革命的な変化をもたらして、なんかこうどこにでもいるようなサラリーマンとか OL だったけどワードプレスを通じてなんかこう副業専門なんか副業研究家じゃないですけど、そんな肩書きとかをなんか持ったりするような可能性を秘めているんだっていうことです。なんで本当になんかこうくすぐってる人はワードプレスでブログでも始めればいいんじゃないかなっていうのが、お伝えできたらなと思います。でまとめに入りますと、まあ、その消費するっていう習慣からその自分が何かを想像する習慣へと切り替わったことによって、まあ、ちょっとこうライフスタイルが変わっていったっていうことですね。であと割とこうなんか書くことによって発散するんでストレスにも結構激減したりとかですごく個人的には良かったなと思っています。でもあとはそうですね、解析とか検索ボリュームの結果からそのこういう結果が出てるんで、じゃあこれはやってみようとかこれはやめておこうみたいな判断基準が持って、でなおかつそのちゃんと根拠をもとに主張ができるんで、その自分にちゃんと自信を持つことができるようになったっていうところなんで、まあ、自己肯定感が低い人でもこういったことを続けることによって割とこう自信がついてきたりですとか、やっぱ堂々とした振る舞いになってきたりっていうのがあったんで、本当にその、まあ、当時絶望した自分からするとすごい元気になれたっていうのが正直な感想です。で、まあ、ブログを通じて、まあ、その社会との接点を作れて、まあ、本当に、まあ、本当にちょっとなんですかね、お小遣い稼ぎとかでもその社会との接点を作れたっていうのは大きな変化だったかなというところです。で、次、最後そうですね、そろそろ後半の方に入るんですけど、伝えたいことになります。で、
まあ、さっきその、そうですね、なんか、以前、さっきそうですね、金谷さんの話とかでもその動画の話とかも出てきたんですけど、今更ブログやワードプレスを始めても遅くありませんかっていうのを、ちょっとたびたび相談を受けたことがありまして、で、まあ、それに対しては基本的に私は、遅くはないよっていうふうに答えを出してます。で、こちら、その、ツイッターの中にあった、その、アビナッシュさんの人の、引用になるんですけど、まあ、訳すると、検索キーワードで検索されるキーワードの 16% っていうのは、これまで一度検索されたことがないキーワードだっていうふうに言われているんですね。これ毎日起こってるっていうことなので、まださっきも言った、ふるさと納税を一例にちょっと考えてみたいと思うんですね。で、一応、ふるさと納税補足しておくと、2008年の5月から、始まって、で、2027年に、なんか特例制度が始まったことで、その会社員の人でも、その利用する敷居が大幅に下がったっていう背景があるんですね。それをちょっと Google トレンドっていうツールで見てみました。で、そうすると2008年ぐらいにちょっとポコッと出始めて、で、2013年の7月以降から徐々に出始めて、で、4回ぐらいすごい突き抜けてるっていうのが多分わかると思うんですね。じゃあこの突き抜けてるのって何かなっていうのをもっと詳しく見たんですね。で、それで見ると、だいたいその、2016年の1月直前までが伸びてたりだったりですとか、2017年の10月からちょっと先に伸びたりとかしてるんで、まあ多分お分かりの通り、12月、毎年の12月にかけてすごい劇的に伸びてるっていうことを多分これ示してるんだっていうふうなことが、想定できます。なんで、その、検索、なんていうんですか、その社会とか技術もそうなんですけど、人々のニーズっていうのも、その、日々、その、だんだんこう変化していってるんだっていうこと。で、まあその、まあ、もちろんそれは企業とか行政が新しい企画やサービスを出すことによって、その、サービス名とかっていうのがルフするんで、まあ当たり前といえば当たり前ではあるんですけど、まあふるさと納税とかの事例を見ればわかる通り、その、一時を境にその検索需要が劇的に伸びるキーワードみたいなのもたくさんあって、で、もちろんそう、季節性のものがあれば、特定の季節にだけその検索需要が伸びるみたいなものがあったりっていう感じなんで、そのキーワードってその本当に無限大なんだっていうところを知ってもらえたらなっていう感じです。で、ちょっとここで考えてほしいのが、なぜ新聞はなくならないのかっていうことを考えたことある人いるかもしれないんですけど、一応これをちょっと考えてみたいと思っていて、なぜか京都大学の佐藤さんっていう教授の方、助教授の方のあれによると、その新聞で結局広告媒体としての効果があるっていうふうに、まあ、見なされてるから、その新聞はなくならないんじゃないか、まあ、なくならないというふうな答えを出されていて、で、ちょっとなんか、まあ、よく分かんなかったんで、他にもいろいろ調べてみました。なんかこう、仕事とか勉強のことについて調べたい場合があるとか、なんか個人的な趣味とか娯楽について調べたい場合とかっていうふうなのは、これ、平成27年の総務省のデータなんで、なんかちょっと、まあ、若干古いかなって気はするんですけど、まあ、その、調べたい内容とか、なんかその、なんて言うんだろうな。まあ、年齢層によって、まあ、若干ばらつきが、まあ、検索エンジンメインではあるんですけど、なんかまあ若干ばらつきがあるっていうのは、これを見ると分かるんじゃないかなと思います。で、まあ、こちらの2018年のニュースなどの情報収集を扱うメディアでも、やっぱり、インターネット、パソコンとかスマホから探すっていう人もいる一方で、かつてのその新聞とか雑誌とか、で、もちろんテレビっていうのは今でも大きいっていうふうな結果が出てるっていうことが、まあ、これを見ると分かるかなと思います。なんで、まあ、その人とか調べたい内容によって、人ってその情報収集の仕方っていうのが違っているっていったことが、これまでの結果を見て、おそらくわかるかなと思いますので、まあ、その Google で Yahoo でまあ検索する人も、まあ、ちゃんといるというか、まあ、新聞使って調べている人も、これで多分わかったかなと思うので、で、まあ、意外とその、高年齢の方は検索エンジンを使ってらっしゃるっていう方も、ちらほらいらっしゃるっていうのがさっきのデータを見て、分かったかなと思います。で、ちょっとマーケティングの専門的な話になっちゃうんですけど、消費者行動で挨拶っていうのが昔ありまして、これなんかその、電通さんが提唱したやつなのかな。注意、関心。で、その後にその検索っていう3番目の検索っていうところでも検索して、で、アクションでシェアっていう順にその人間の、その消費者の購買活動っていうのは行われてるっていう意見なんですね。で、最近だとなんか SNS が通り、結構勢いを持ったことによって、なんかウルサスっていう新しいのが出てきたりもしたんですね。で、これ結構読んで面白かったんで、もしよかったら読んでもらえたらいいんじゃないかなっていう感じの本になるんですけども、
まあ、その知るべきことっていうのは何かというと、その自分が情報を届けたい人がそのどういう方法を使って情報収集しているのかっていったところに対して、ちゃんとアンテナを立てておけば、その検索はオワコンみたいなところに、まあ、行かずに、なんかワードプレスでブログを始めても遅いんじゃないかみたいなことには多分ならないんじゃないかなと思っています。なので、まあ、その検索をするユーザーさんに対するその想像する力っていうか、どういう思いで、どういうことに悩んでいる人たちが、そのどういうタイミングでその検索をするのかみたいなことをちゃんと考えて、このタイミングでやるんじゃないかっていう予測がつけば、ワードプレスで書いた記事とかがちゃんとこう、ユーザーさんに届けられるっていったことができるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、SNS とか動画とかによって、ウェブマーケティングの業界で日々変化してはいるんですけれども、個人的に思うのは、その人が検索を通じて問題を解決したいっていう部分に関しては、基本的には本質的には何も変わってないかなというふうに考えているので、まあ、かつて、なんかそのブログは儲かるとか、ワードプレスは儲かるみたいな話も出てきたりはしたんです。その辺はちょっと変わるかもしれないかなと思うんですけど、まあ、完全になくなることはないですし、で、個人のブログっていうのが今すごいアフィリエイトがすごい一般化しつつある中で、一般化してるってことは、もうそれが広告の効果として認められてるって多分考えられるので、まあ、なくなることっていうのは考えづらいかなっていう感じです。まあ、動画がメインになってくれば、その動画のフォーマットに合わせてその情報発信っていうのを形を変えれば OK なので、まあ、ワードプレスでブログを始めたことを、まあ、最終的にはブログじゃないや、動画に変えたりみたいなことで発信すれば大丈夫なんで、基本的に遅すぎるっていうことはないかなという感じです。はい、ちょっと長くなっちゃいましたけど、本日のまとめの方に入ります。そのウェブマーケティングを最初に始める際に気をつけるべきというか、まあ、意識すべきはその検索クエリですね。その検索クエリに、検索キーワードにそのユーザーの人が悩んでいることとか、その解決したい問題というのが凝縮されているので、まずそこに対してしっかりフォーカスをすることが大事なんじゃないかなと思います。で、まあ、ワードプレスのブログで SEO をやることで、その未経験でもウェブマーケティングというのは十分取り組むことができるので、まあ、会社を辞めずにできるもしますし、本業として頑張りたいんだったら、それをもとに転職実績を作ることもできるかなと思います。で、まあ、検索エンジンが仮にこう、今の Google 検索とかがなくなったとしても、その人が検索するっていう本質的な行動は、まあ、何も変わらないと僕は思うので、まあ、そこまで、その、ブログはオワコンみたいなのには振り回される必要はないかなと。考えるべきは、その、悩んでいる人とか、どういう手順でその商品を買おうとするかみたいなところにちゃんと知っておくというんですかね。さっき言った、まあ、ウルサスですとか、まあ、挨拶みたいなのをちゃんと知った上で、その、検索する人のことをちゃんと深く想像して知るっていうことが一番大事なんじゃないかなということです。で、まあ、ふるさと納税の検索ボリューム数が1000万あるっていうのも、ぜひ覚えておいてもらえたらなという感じで、まあ、キーワードによって、たくさんありとあらゆるキーワードの中でも、本当にめちゃくちゃボリューム数が多いものもあれば、ほんのちょこっとしかないみたいなものもあったりするんで、なんかとにかくいろんなその検索キーワードのボリューム数を調べられるツール。まあ、ここでは紹介しなかったんですけど、キーワードプランナーとか、あとはさっき言った Uber Suggest みたいなツールで調べてみることによって、なんか自分が書きたい記事とかの、市場がどれぐらい大きいのかっていうのがなんとなくつかめてくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、最後になりましたが、ゴールデンレトリバーが時々出てきたんですけども、単純にゴールデンレトリバーが好きだからっていう理由で、もしよかったらゴールデンレトリバーの人として覚えてもらえると嬉しいです。本日はありがとうございました。荒木さん、ありがとうございます。もしかしたらこのセッション中にふるさと納税のアフィリエイトの記事が何通か投稿されてるかもしれないですけど、3回分ぐらいちょっとあるんですけども、質疑応答をちょっと可能であればやりたいと思うんですけれども、ご質問の方いらっしゃいますでしょうか。どうですか。はい、すいません、これタイトルで気になる20代後半で人生に絶望したってあるんですけど、はい、何に絶望したんですか。ですね、結論から言うと職を失い、貯金も失い、っていう感じで、持ってたものありとあらゆるものを失って、で、もう人生どうすることもできないやぐらいまで追い詰められたっていう経験があります。その中でなんとかウェブの仕事を掴んで今に至っているっていう経験があります。ありがとうございます。
はい、どうぞ。あ、すいません。全然初心者なんですが、はい、記事を書くときに気をつけてることがもしあればということと、あと、アフリエイトをするときの、What you want to do のこの4つの中で、一番まあ収益性がまあ高い、現時点で高いっていうのを、ご自身の、ものがあれば教えていただきたいと思います。記事書く上で気をつけてるのは、最近は、もうとにかくスマホで見る人が読みやすいように、ちょっと画像をたくさん入れたりとかして見やすくですとか、あと他のセッションでもあったかもしれないんですけど、表示速度をちゃんと速くして、なんかストレスなく出させたりするようなこと。割とその最初の部分で遅いって感じると、ページ離脱するケースが結構多かったり、他の人のちょっと動きもいたんですけど、最初のページ表示されない段階で離脱してる人が結構多かったんで、最初のビューをいかに大事にするかっていうのがいいかなと思います。であとさっきの4つのクエリでいくと、やっぱ収益性高いのは buy のクエリだと思います。あと do のクエリです。っていう感じになりますが、いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。やっちゃいますでしょうか。最後の一人ぐらいの感じなんですか。すみません、私広告に関してあまりわからないんですけれども、リスティング広告を打って、その一番目に表示されて、それをクリックすると、はい、その、クリックされたページの価値っていうのは上がるんですか。お金を出して、なんていうんでしょう、クリックされて、はい、それでも価値が上がるんですか。その価値っていうのは、その自然検索としての価値ですか。多分そこは、明確な記述は見たことないんですけど、多分ないと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。